皆さんこんにちは。山田敦史の闇と資格シリーズです。今日はもう話題の東芝に突入いたします。今朝新聞見ましたら、東芝昨年末に債務超過になっていたという記事が出ていました。何を今更と思いますが、でも山田さん、東芝みたいな会社が債務超過って要するに潰れるかもってことでしょ。そうですよ。だからでっかい会社なんだけど、もっとでっかい損失が出たってことですよね。もうだ信じられない。でもね、最初は不正会計とかいう話でしたでしょ、なんか不適切会計、不適切な会計処理がありましたなんか不適切な関係みたいで、あの何でしたっけあれは、あの報道ぶりからするとね、あの経営者の方たちが部下の尻を叩いて、なんとか業績を上げろというふうに言いまくったために、業績を上げるためにやってはいけない会計処理をしたと。そうですよね。こういう話でしたよね。本当は損で出さなきゃいけないのに、次の年度に回したいね、収入だけ取って、まあせこいこともうあっちもこっちもやってて、それで積み上げてね、いくらいくら利益が出ましたみたいなことを言ってたんですけども、でもそれで潰れるような騒ぎにはならないでしょ。そうです、だからね、その頃からもっと奥に何か潜んでんではないかという話で、あの不適切会計が問題になったのは2015年の4月です、でその3月ぐらいからそういうことがくすぶったんですけど、それはもう4月になってもうこれはもう隠しておけないって言って記者会見したわけですよね。それで第三者委員会で調査してしますって時間稼ぎをしようと思ったんですよ、これは変だぞ、なんか奥にあるぞって言って、2015年の夏ぐらいに我々がこう目をつけたのがウェスティングハウスというアメリカでの、まあ、原発会社ですよね、それを買ったこの経緯の中に何か闇があるんじゃないかと。だからこれがはっきりしてないけども、これがどうもおかしいぞっていうことは我々も言ったんですよ、で会計の専門家の人たちもですね、これにこの処理のために東芝がいろんな無理なことをしているっていうことを言い募った、そしたら今になって明らかになったのは、その2015年の末、だ本当にね、東芝がその不正会計がもうワンワン言ってて、でその不正会計の根っこにウェスティングハウスがあるだろうと言ってる時に、そのウェスティングハウスが関連の、まあ、仕事のパートナーだったですね、原発の工事会社を買収しちゃったんですよね、その時はよく分かんなかった。あ、なんかね、あの東芝のホームページを見ると、投資家の人たちにお知らせっていうページがあるんですけど、そこにその時にこの会社を買いましたっていう説明があるんだけど、これなんかバラ色の話ですよ。アメリカですごく仕事をしている原発関係の会社を買って、ますます大きくなりますって、そういうふうになってたけど、だからね、結局ウェスティングハウスってのはどっちかっていうと設計とかエンジニアリングっていう、まあ、ちょっと上の方をやってて、でこのストーン&ウェブスターっていうですね、まあ、言ってみれば土建屋さんですよ、ここが現場のお仕事をすると。だからそれはパートナーだったんだけど、うちらはこれからですね、現場お仕事する人も一緒になるから、ものすごく効率的にこれをバンバン原発の仕事がもっとうまくできるようになるよっていう触れ込みだったわけですよ、そうしたらばその時にいくら払ったのかっていうと、実はこの会社はよく調べると0円で買ったっていうことになって、0円で買ったっていうのは相当中身は悪いんだろうなと。0円で買うって1円も払わないんですか。払わない。だけど、そうです。だけど実際には、260億円ぐらいのお金を払ってる。どういう意味で？なんだかんだこの、いやここには仕掛かり品があって払わなきゃないんで、なんだかんだ、まあ言ってみればお銭ですよね。だから0円の会社を260億円で買った、まあ言ってお銭払った、そうしたらこの1年間かけてこの会社を調べたら、なんと7000億円の損失があった。そうか、今それの話題で持ちきりですが、あまりにもたくさんの会社の名前が出てきてよく分かんないので、ちょっと図にしてみました。それで今ここに東芝があって、これでウェスティングハウス、これはあのウェスティングハウスっていうのは東芝の子会社になってるんです。ウェスティングハウスというのはもともと原子炉を作っている会社。そう、まあ原子炉だけじゃ、あ、そうですね。あのもともとウェスティングハウスというのはアメリカのでっかな巨大な、まあ、充電器産業、まあ日立とか東芝のお化けみたいな会社だったんですよ。その大きい会社だった。それがまあ、その中で、アメリカの1980年代でいろんなリストラをやってですね、それである充電部門は、ドイツのシーメンスに売った、それで原子力部門をこの英国のですね、核燃料公社ってところに売ったんです。だからこれはね、何のことってみんな思うんだけども、結局ウェスティングハウスっていうのはですね、アメリカの原子力産業の根幹にある会社です。だから GE ジェネラルエレクトリックスと並んで、
まあ、ある意味でアメリカのそういう、まあ、言ってみれば重工長大のですね親分みたいな会社、うん、しかもそこは原子力をやってて、うん、原子力についてはまあいろいろ原子力潜水艦の技術とかいろんなものを持ってますから、うん、これは戦略産業なんですよ、うん、だからどっか、まあ、好きな会社が買ってなんていうわけにはいかないんで、うん、やっぱりもう当時はね、まあ、1980年代から90年代かけてっていうのはアメリカの製造業ってなんかみんな勢いがなくなって、うん、まあ、これだったら日本の方が強いかな、まあ、それでうまくいかないもんだから、じゃあどこが買うかっていうとアメリカの同盟国、うん、まあ、それでイギリスの国有企業なんですよ、 これ。だからここだったらば、まあ、預けてもいいだろうと。いや、要するにアメリカの中では買うとこがなかったわけですね。そうですね。それでイギリスの、まあ、核燃料公社っていうか、あの原発とかそういう核、うん、核開発、原子力をやっているところの、まあ、公社、公のところが買った。そうです。国有企業だから、まあ、まさにアメリカとイギリスっていろんな特殊関係でつながってるじゃないですか、うん、だからまさにこういう原子力部門の、まあ、言ってみれば国際的なパートナーっていうと一位はイギリス、じゃあイギリスさんで持って、うん、でなんてイギリスがこの持ってたものを東芝が買う。だからこれもね、この核燃料公社が買ってたんだけども、うん、これはどっちかというと国営持ち株会社みたいで、いろんなそういう重要産業を買うんですよ、うん、で買ってそれをきれいにして、再建したりするんだけど、うん、このウェスティングハウスというのはですね、やっぱりなかなか磨いても磨きれないんで、うん、これ持ってて重いなと、うん、それでこの核燃料公社もそろそろね、政府としてもこんな会社はまあ、解散して処分しなきゃいけないっていうんで、じゃあこのウェスティングハウスをどっかに高く売ろうかなっていう話が出てきたわけですよ。それでここが買ったのはですね、うん、1999年に買ったんですよ、うん、それでその6年後の2005年にはもうこのウェスティングハウス俺たち売りたいんだけど、うん、誰かいい値段で買わないっていう国際市場に出したんですよね、うんうんうん、それでそれに飛びついて東芝が買った、うん、だそれに飛びついたのは東芝だけじゃないんですよね。あ、そうなん、日本の東芝と日立と三菱重工がみんな手を挙げた。なんで日本だけ？でこれはここのところが一つの肝なんですけども、うん、まあ、アメリカの戦略産業でイギリスと組んだ、うん、イギリスも持ち、まあ、あるんだ、うん、じゃあこの、じゃあどうするんだった時になるとアメリカにはない、イギリスもダメ、うん、そうなったら次はもう同盟国の日本だねと、お金があるね、うん、じゃあもう政治案件なの。そうです。ですからこれはアメリカのエネルギー省から、うん、まあ、日本の経産省に話があって、うん、で経産省の方から日本の充電3社これはみんな原発をやってるところだから、うん、皆さんどうですか。で特にこのウェスティングハウスと仲良かったのは三菱重工なんですよ。うーん、で三菱重工はこのウェスティングハウスからいろんな、技術供与を受けてですね、うん、まあ、買うんだったら三菱重工だなと思ったんだけども、そこに東芝が割り込んだよ。うーん、うん、そんなに魅力的に見えたのかしら。だから当時ね、だから東芝はこれから我々何で生きていくのかっていうのを西田さんっていうね、西田、まあ、会長ですね、この人を中心に考えて、彼が選択と集中だと、企業はもうあれもこれもやってられない、うちは半導体と原子力でいくぞという感じ でちょうどその頃ですね、経産省もこれからは原子力ですよっていう絵を描いたわけですよ。なるほど、うん、それで結局買うことになって、うん、そうすると東芝の子会社がウェスティングハウスになって、でもウェスティングハウスの取引もいろいろ問題になりましたけど、今回その、うん、7000億とか、うん、もう潰れちゃうかもしれないっていう騒ぎになったのは、ね、さらにその下のストーン・エンド・ウェブスターっていう会社、うん、そうなんですよ、ね、これも複雑なんですけどね、うん、ウェスティングハウスは確かにこうアメリカのそういう原子力産業になってるんだけども、うん、この会社自身がさっき言ったように工事現場ではゼネコンと組んで仕事をしてるわけですよ、うん、それで実は、まあ、ちょっと話が戻るんですけどね、このウェスティングハウスを東芝が買うときに、東芝も自分たち何も分かんないところにひょこひょこ出るって大丈夫なんだろうかとやっぱり思いますよね、うん、アメリカの、うんうん、思います。それで東芝はですね、ショウっていうね、アメリカの、うん、ここにいたショウはショウね、これちょっと分かりにくいんだ、アメリカ最大のゼネコンだったんですよ。へ、うん、でここは東芝のお友達で、うん、翔さん一つじゃあ俺たちもよく分かんないから、うん、あんたも一株買ってくれよっていうんで、うん、20%22% かな、うん、株だから、東芝が 77% 買って、それで翔が、22% 買って、あともう一つカザフスタンもですね、うん、会社も買ったね、うん、でその3社で買った。
でもその時に、まあ、ショーは、まあ、ショーはショーでやっぱりウェスティングハウスが潰れちゃうと、うん、自分たちが一緒に原発やる時のパートナーだから、うん、こいつは潰れちゃう、これは困るな、うん、だから東芝が金出してくれるんだったらいいやと、一緒にやろうよっていう形になったわけです、うん、だけどちゃんとショーは分かってた。だってウェスティングハウスがもう弱ってる、うん、もう弱ってるっていうことはアメリカの原子力産業ってなかなか大変なんだってのは分かったわけだ、うん、でなぜかっていうと、まあ、その前にスリーマイル島の大きな事故があったし、うん、それからアメリカでは電力自由化っていう新しい波があって、うん、電力会社は競争する、うん、そうするとあんまり儲からないんですよ、うん、原子力自体が儲からない、うん、だからこれで大丈夫かなと言うんで、うん、じゃあ東芝さんが言うんだったら私も 22% 出すけども、うん、もし私が売るときはあんたちゃんと引き取ってねと、辛くなったら私売るよって言って、分かった分かったと、君私でも私が引き取るからって言ってそういう約束で株を持ってもらった、うん、そういう、だけどそのね、ショーがやっそうやってるうちに311が起きたわけですよ。でもいややっぱり怖かったと、うん、昭和だから悪いけど当初は約束した通り株引き取ってくれっていうんでこの 22% 売っちゃったわけですよ。当初は当初は引き取った。それと同時にこの昭和もうこのウェスティングハウスの株だけじゃなくて原発絡みの工事の仕事から撤退するっていうんで、うん、さっさとこのこれを、シカゴ、ブリッジ&アイアンっていうですね、うん、これもちっちゃなゼネコンなんですけど、うん、最大のゼネコンがちっちゃなゼネコンに飲み込まれたっていう大きな経済事件がアメリカであったわけです。それは身売りしたってこと、うん、だから昭和もて撤収したわけですよ、もう原発事業から。で逆に抱え込んだのがシカゴ&ブリッジ&アイアンってこう CB、うん、この子会社にこのストーンランドウェルズだってなるわけですよ。またこれの下なんで、うん、そうするとこれはまあ言ってみりゃ昭和を肩代わってるからアメリカ最大のゼネコンになったわけですよ、うん、その一部として S&W っていうのが原発工事をやってたと、うん、でこれがウェスティングハウスと一緒にですね、ジョージアと、うん、サウスキャロライナで全部で4つの原発の工事を担ってたわけ、うん、だけどこの工事がまたややこしくてですね、うん、やればやるほど、お金がかかると。なるほど。それでもうそうやってるうちにどんどんね、911でさ、これからジャンボジェット機が突っ込んでいくかも分かんないからそういうのをちゃんと耐えるようにしろよとかね、311であんなことになったらもうもっとあれ大変だからもっといろんな検査もするぞって言って、うんうん、どん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 値段が高くなっちゃったわけですよ、うんうんうん、そうやってるともう工事が長引く、工事が長引くと約束した通りの納期に収まらない、うん、そうすると電力会社としてはうちは2014年の何月からもうちゃんとスイッチが入って電気送れるようにするはずだったんだけど、どうなんだダメか、だったら損害賠償払えとかですね、うん、やったら、まあ、問題になってどん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 費用が増えてくる、増えていく、うん、それでこれそのものことをめぐってですね、電力会社とあの、電力会社とウェスティングハウスとその下で工事をしているストー C&W とが争いになって、訴訟が結構たくさん起こったぐちゃぐちゃの訴訟合戦聞きましたけど、でそれはだからね、まあ、相当お金がたくさんかかるんだなっていうのはもう分かったわけですよ。それでそれが2015年、それでこんなことをやってたらですね、まあ、あの東芝は当時あのまあ、粉飾決算のものの大入れですよ、うん、でもし訴訟でも負けちゃったらばウェスティングハウスが大変な損害を食らうと、うん、それで、まあ、我々はウェスティングハウスに損が隠れてんだろうってことをいろいろ追求したら、いや大丈夫です、ウェスティングハウスはもう立派な企業ですから何も問題ありません嘘だろうみたいなのやったので、これがそれがバレちゃったら、うん、ウェスティングハウスは大きな損が吹き出るから絶対にそれを認めなかったわけですよ。そうですね、かなり長いこと、うん、あの認めてくれなくて、うん、いや最初はこのウェスティングハウスとシカゴブリッジ&アイアンの間でも紛争があって260億で買ったんだけど、うんうん、その値段の調整でまた訴訟になったりってことだったんですよね。そうそう、 S&W っていうのはもともとウェスティングハウスの子会社ではなくて、うん、ウェスティングハウスとあの S&W ってどっちかっていうと訴訟で対抗していて、どっちが損を引き受けるかっていうので揉めている関係だった、うんうんうん、それをなんで買っちゃうの。だからね、ここがうまかったんだけど、うん、S&W がね、あれじゃなくてあの CB&I がうまかったと思うんですけど、うんうん、ここもですね、
原発から抜けたかったんですよ。うーん、やっぱりね、まあやってればわかるんですよ、うん、もう工事やってればどん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 工費かかってくる、うん、やればやるほど損だと、うん、そうするとこの S&W っていうのをだ、まあ、手放したいと、うん、手放したいんだけどもなかなか引き取ってくれないと、うん、それで訴訟合戦にして、それでいや投資家さんそういうんだったらうちのこれ買いなよって言って、まあ、あの要するにウェスティングハウスが訴訟相手を自分の中に入れちゃったんですよ。そうすればどうしてそうすると、た例えば、うん、すごい架空の数字ですけどね、うん、100億円、うん、が揉めていたという、どっちにつけるかって揉めていたっていう時に、うんうんうん、会社ごと買っちゃって、買っちゃえば自分の中で処理しよ う、買っちゃったらば訴訟全部取り下げになるわけですよ、うんうんうん、でじゃあ一緒にこう、じゃあ分かりました、これで電力会社の分ももう取り下げましょうって言って、はい丸く収まりました、今まで大騒ぎして泥沼の裁判やったけど、うん、まあ一応これで綺麗になったよと、うんうんうん、で世間は静かになったんですよ、うん、だけども世間静かになったけども、その損を抱え込んじゃったわけですよ、東芝の方が、東芝ってウェスティングハウスが、うん、でこれがね、この間の12月28日の記者会見の時に、うん、なんでこんな7000億円、まあね、数千億円になっちゃうんだって言ったら、うん、その担当の役員がですね、うん、まあこの、S&W と一緒にやってる原発工事で全部で2兆円規模の事業なんですよ、4つあるからね、1個5000億円、2兆円規模だったらね、それはいろいろやれば数千億円のオーダーになるっていうのも決してあながち、まあ、不自然なことではありませんなんて言うわけですよ。ということはもうあの頃からその蓋開けりゃ数千億円の赤字がそこに潜んでるっていうのは多分分かってたんだろうけど、でもそこで表沙汰になったらもうそれで終わりですよ、一貫の。だからなんとなくこう先送りするためにこう抱え込んで時間稼ぎしたんだね。いやそれは東芝が自ら望んでやったことなんですか。うん、そこはよくわからない。だからそこが今ね、うん、調べてる。だどうしてそうなったんだっていうのは今調査中です、調査中ですけど。だってやっぱりね、うん、そうだって100万200万で会社買うわけじゃないじゃないですか。うです、まず こっちは6600億で、うん、こっちは260億でしょ。でもともと計算したらゼロかもしれないのを、何でしたっけ、のれん台、のれん台、まあ、ブランドとかなんか、うん、まあ、そういういろんなものを評価して260億払うことにしたわけでしょ。そういうことです。その時にだってちゃんと精査するでしょ、普通は。普通はね、普通は。だからこれはだからもうけたたましい話なんですよ。世にも奇怪な買収劇だって。さ今国際的にこんだけのものを買うって言ったら、うん、それこそ公認会計士も入るし弁護士も入るし、うん、いろんなことしてこう、いわゆる価値がいくらかデューディリジェンスでやることになってるんですよ、うん、やったことになってるんだけども、うん、それが甘かったんじゃないかと。甘いなんて問題じゃないんですよ。だってさ、ウェスティングハウス買ったんだって6600億ですよ、うん、それよりもこの孫会社にいる損失が7000億ってのはこれだって高いって言われてるんですよ、うんうん、この6600億だってウェスティングハウスなんて そもそも2000億円ぐらいの価値しかないのに、無理無理やって値段つり上げられた、それで6600億円払われてた、うん、儲かったのはこのイギリスのこの会社ですよねよかったよかった。これを言って生産したんですよ、イギリスは。だから結局東芝払いすぎたものを発展やったり、また買ったら今度そこに7000億円あった。これはショーとウェスティングハウスでもって、なんかあと、まあ、電力会社も含めてですね、みんな積もり積もった損害を全部東芝が引き受けるというですね。要するにアメリカで積もり積もった原子力産業の負債を日本に全部押し付けてきたって、こういう印象があるんですけど、まあ、結局結果的にそれをそのドブ掃除をしたのが東芝さんでしたと。でその結果何が起きてるかっていうと、うん、いやもうさっきのね、まあ、債務超過っていうのはそれですよ、うん、で東芝は今大体あの去年の9月末で全部の資産、もういろんなね、うん、こう全ての預金から設備から入れて、うん、3600億円ぐらいの資産があると。それに対して7000億円の損害が来ちゃったんだったら、差し引き4400億ぐらいのですね、大赤字が出るわけですよ、うん、で今年半導体がいいからって少しね、うん、利益が出るっていうのは、利益なんてもう食いつぶして飛んじゃいますよ、うん、でしょうがないからまたお得意の切り売り。でもこの間の東芝の関係の報道を見てると、うん、いいものみんな切り売りじゃない、うん、半導体とか医療関係のものとかどんどん切っていくと、ね、最後残るのは原発、うん、だ原発そこはだからさ、大変なもん、そのまた
ブラックなんですよ。だけどこれもまたね、本当ブラックユーモアなんだけど、日本の原子力産業って儲かるんですよ、うんうん、何で儲かってるかっていうと、だって動いてないじゃないですか、うん、ね、動いてない、動いて、それ新しいもの建ってもないですよ、うん、建ててない、儲かってるのは止まってる原発のメンテナンスで東芝儲けてるんだ、管理費で儲けてる、そうそう、だから修繕したり部品を交換したり、何にも動いてない原発を、だ、何も生産してない、うん、世の中に全く寄与してないのに、うん、そこにたかってですね、東芝は15機ぐらい面倒見てるわけですよ、うん、その15機面倒見てると結構儲かってる。だからこんなもんはね、世界で考えられないですよ。世界はみんなこう、うん、もう、あの、生き馬の目を抜くように損があったら誰かに押し付けようとかね、うん、これはもう裁判してでも向こうに押し付けようとやってる時に、うん、日本はぼーっとしててもですね、原子力村にいるとチャリンチャリンとこうお金が入ってくる、うん、なるほど、そこでそういう風になっちゃって、うん、今の話をちょっとこういう風に、うん、見にくいですけども、はい、してみました、うんうん、もう今度はちょっと、うん、なんていうかこう縦軸っていうか、はい、時間の経過で復習をしてみたいんですけど、うん、はい、あのまずウェスティングハウスは、まあ、最初発電とかで始めたんだけど、そうですね、もうすごい早い時期から原子力をやっていて、潜水艦とか空母とかの原子炉を納入して、はい、まさにアメリカのね、その、うん、いや、あの軍事産業の中核になったんですよ。そうですよね。で1979年にスリーマイトの事件、うん、原発の事故が起こって、ここからアメリカの原発はもう止まってしまって、うん、まあ、事実上産業としてなかなか難しくなってきた、うん、それからチェルノブイリの事故が起こりました、うん、でこの後もウェスティングハウスの方は防衛産業部門売却し、ね、原子、さっきのお話にありましたけど、原子力以外の発電部門はシーメンスに売却して、うん、名前も CBS コーポレーションって、うん、ここの会社にラジオをやってたんですけど、 CBS って、ね、そうですよ、 CBS って放送局じゃないですか。そう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 、だからもうそういうものづくりから撤退する方向になっちゃった、ね、だからね、ラジオを作った会社がね、ラジオ局やってて、うんうん、だからだんだんあの TBS がになったらもうナショナルがその、あ、東芝が TBS になっちゃったみたいな話ですよね。あ、そういう風になって、うん、もう全然違う方に、全然違う、だからサービス業になっちゃった、うん、でウェスティングハウスっていう名前のブランドを管理する会社っていうのがあるから話がややこしくて、うん、今も名前は残ってるんですけど、実態は空になってきていて、うん、で商業原子力をあのイギリスの核燃料公社に売却しました。でさっきの話じゃないですけど、うん、いや、あのイギリスの核燃料公社の方も、もう売却を模索して、この時は18億円ドルぐらいの価値だと思っていたら、東芝が、あ、ここドルで、ドルでこっち円だから分かりにくいですけれども、うん、6600億円で買ってくれたと。だいたい18億ドルって2000億円ぐらいですよ、うん、だいたいね、これなんかあの対抗馬に挙げられていた三菱か何かがびっくりしたという金額なんですよね。そんな、その3分の1じゃないのみたいな話ですよ、うん、どうしてこんな値段で買うの、うん、だから逆に言うとね、僕は経産省が、うん、いやー、うん、三菱行っちゃうかも分かりませんよとかって言って、東芝にその気にさせたんじゃないかな。その気にさせた、あり得るな、うん、でもうあの売っちゃったイギリスの方の核燃料公社は事実上もういろいろ解体するということになって、この売却益でね、まあ、すごくいろいろ焼却が済んじゃったわけです。ああ、それは6、だって2000億のはずのものが6600億入ったんですから、それは整理は楽になりますよね。そういうことですよ。で、2011年に福島の原発事故が起こりました。うんうん、で、商社の方は買取請求権を行使して、うん、しかも行使して東芝に株を売って、うん、原発から逃げただけじゃなくて、うん、さらに会社自体はそのちっちゃい、ちっちゃいシカゴブリッジ&アイアンに売っちゃって、もう全く原発から撤退したんですね。で2015年にこれもちょっと前から何かあるんじゃないかと言われていたんですけども、不正会計が発覚して第三者委員会ができて、社外の調査委員会もできて、でもこれ不発でしたよね、あの追及としては。だから、だってもう経営者とさ一体になってるような感じで、なんかアリバイ作りみたいな。そうですよね。それで去年の夏ぐらいから、まあ、なんと原発が危ない、うん、危ないということが割と表に出てくるようになるんですが、うんうん、その調査委員会を設置してこれ揉めている最中に、うん、なぜかウェスティングハウスがストーン&ウェブスターを買うという。だからね、このだからね、2015年の12月、なんでこんな時にさ、みんながあのウェスティングハウスののれん台がおかしいんじゃないかと思いしてる時に、うん、スッとそれを買っちゃうわけですよ。そう、だからそれは結局裁判で負けたり、裁判で大事になったりすると、うん、ほらやっぱりウェスティングハウスは変な会社じゃないかって言われるのがやっぱり怖かったんでしょうね。
だからそれで一気にウェスティンハウスの方に火が燃え広がるのを避けるために、まあ言ってみれば、買収って形でもって水をかけて買い込んじゃったわけですよ。だけどアメリカっていうのは、買収したらば一応1年間かけてそれの資産を洗い直すって作業、だからもう時限爆弾が1年後に爆破するってことはもう覚悟の上だったわけですよ。なんでそんな覚悟をしてまで、だから覚悟してまで引き受けなきゃいけない。だけどね、じゃあ東芝っていうのは覚悟してるけど、やってる人はどんどん変わるんですよ。俺の代は、俺はここで逃げる。だって今記者会見したあの津田川さんっていうのは何も知らない。え、こんなもんあったんですか。その前の田中さんは逃げる、田中さんの前の佐々木さんは逃げた。みんなだから自分のところで爆発する前にどんどん社長を辞めて次の人に、なんかそういうゲームありますよね。そうそうそう、ポンポン投げていくとどっかでバンと爆発するっていう。でもそんな話なのかな。だからこの津田川さんはだから、ね、さっぱり分かんない。だってこの人はあの医療機器部門なんですよ。なぜすごく稼いできた、大きくなってきた部門でしょ。だからね、結局それは医療機器部門を売るためにこの人が社長になったわけですよ。あれを売るにはやっぱり医療機器部門の社長が決断しないとやっぱりダメだから、結局まあ言ってババつかまされて、悪いけど君社長になってくれ、で君が言わないと話が収まらないからって、一番虎の子の医療機器部門を売っちゃったわけですよ。で何も知らないですよ。そうと思ったらウェスティングハウス、え、何それっていう。なるほど、そういうことになっちゃうんですね。だからそうなるとね、東芝っていう名前じゃ一貫してなんでと思うんだけど、みんな経営者同士の間で僕はババ抜きやったと思うんだよね。もう早く逃げようと。怖いね。怖い。どこにだから愛社精神なんだろう。東芝って確かなんか社長だから、社長と前社長が記者会見の時喧嘩したりなんか。そうそうそう、それが西田さんと佐々木さんですよね。いや、みんなね、だからね、やっぱりね、企業ってどっかやっぱりこう何か大事なことを失っちゃったんじゃないかなっていうね。坂の上の雲をみんなで追ってるうちはよかったんだけど、まあなんか闘牛のうちはもう一休みで、俺たちも随分偉くなったななんて思ってるうちに、なんとなく保身にみんな走ってくるようなね。でも手柄と保身ですよ。でもやっぱり、私たちもその原発事故が起こってから原子力産業っていうものをすごくよく、まあ興味を持って見るようになったけど、やっぱあれは国策とくっついてますよね。だから東芝が自分で判断して何を決めるとかっていうものでもないように思うんだけど、まさにそこなんですよ。だから日本の原子力産業自身がアメリカとまあ組んでですね、これは原子力の日米同盟、日米原子力協定っていうのは結ん でアメリカの庇護のもとに日本で原発が始まったわけでしょ。これ、ネットでまだ残ってるんですけど、経産省の資料で平成20年の12月に国際協力について述べているんですね。平成20年っていうと、2008年か、まだだから全然その問題点が言われていない頃です。で各国とどんな協力をしているかっていうのがあるんですけど、例えばアメリカなんかだと、もうちゃんと東芝が買うっていうことがその国策的な協力の中に含まれているし、まあ、2006年にも買ったわけですからね。そうですよね。それで、イギリスとの関係でも原子力の協力してますっていうところにも、さっき その核燃料公社から買いましたっていうことがわざわざ成果のようにして上がっていて、こうやって官民一緒に頑張りましょうっていうふうになってますよね。だからね、これはやっぱり日本とアメリカ、イギリスとの関係がそうなんだけども、結局東芝とか日立とか三菱重工っていうのは、まあ手仕事はうまいんですよ。安くいいものを作ることができると。だけどもうウェスティングハウスにしても GE にしても、頭でこう設計やったり企画したりすることはできる、発明はできるんだけど、じゃあそれを物に落とし込むかっていうと、現場でこう油にまみれてこうねやるような人がそんないないから、そうすると俺たちは頭の部分やるから、お前らその下の手足やってくれっていう形の、しかも東芝や三菱は他の方で儲けてるからお金もある。そうするとまあアメリカの基幹産業を維持するためには、そういう人の手とお金を引っ張り込んで、これでやっぱりアメリカ中心の原子力産業を維持していこうっていうのが、まあ国策だったわけですよ。だから東芝はウェスティングハウスを買って子会社にしたんだけども、子会社の方が偉いんですよ、親会社よりも。どうして？だってもともとこのウェスティングハウスとか GE に手ほどきを受けて日本の原子力産業は成り立ったわけ で基本的なノウハウ、基本技術は全部ウェスティングハウスが GE にあるわけだから、俺たちがじゃあ君らにこの技術やらないよとかね、
それお金払ってみたいなことになるともう日本は立ち行かなくなるわけですよ。じゃあまあお任せするってことになるんですね。現場にお任せするみたいな。だからね、この今東芝はウェスティンハウスっていうのは原子力産業、部門っていう別会社、うん、カンパニー制でね、東芝にある中の会社になって、その会社の社長さんっていうのはもともとウェスティンハウスの社長さんの、まあ、レドリックっていうこの、うん、あのアメリカ人ですよ、うん、この人は GE やなんかやって今言ってるアメリカの原子力産業を渡り歩いてきて、うん、それでウェスティンハウスの社長になって、うん、その社長のままその東芝の原子力本部の、言ってみれば社長をやってるわけ、うん、だから結局ロドリックさんっていう人が東芝の原子力をやってて、それに対して変わらないじゃん。そうですよ。だからまあ結局うちはお金と手足だけ出します。禁止だけ？そうそう。だからそれはそれはあの日本がさアメリカの国債化って俺があんたのところのね、うん、あのまあ言ってみれば金の貸し出だよって言って、うん、じゃあ黙ってそこに座ってくれ、うん、言われるようなもんで、結局金は出す手は出す担いでるんだけど、実際にはそのまあ言ってみれば指揮命令系統だと子会社の方が偉いわけですよ。で子会社はじゃあしょうがないこう賞を買うとからこれ買うぞとかね、うん、あの S&W を買うぞった時に、うん、あそうですか、それどうなってるんですか、でこここうだって言われると、あ分かりましたって本社は決済するだけと、だからまあ目くらばんっていう表現は今良くないんだろうけども、うん、まあその実際の経営主導権は誰が握ってるのかっていうと、ロドリゲスさん。そうするとアメリカの原子力産業がもう社用になってみんなが逃げ散ってしまっていて、まあ売り逃げしていくわけでしょ、うんうん、そういうふうになった後を引き受けたわけですよね、うん、日本が引き受けたと言っていいわけでしょ。ドブさらい、うん、で経産省とかはどうしてるんですか。ここが問題なんだよね。結局経産省っていうのは日本が、うん、まあ、ある意味で原子力技術をキープすることによって、うん、潜在的核保有国になっていたいというのがやっぱり、そうなん。だから一生懸命核燃料なんかの問題でも、そうか、うん、プルトニウム、だからこれはだからあの外務省は結構さやっぱりアメリカ従属なんだけども、うん、経産省っていうのはやっぱり僕たちもあのそれなりに今アメリカには従属してるけども、いつでも核を作れる能力が担保したいみたいなところがあるわけですよ。そうなんですか。 それは知らなかった。でそうすると、うん、まあ、アメリカ あのエネルギー省といろんな関係があって、うん、まあ、モンゴルにそのステパを作ろうとか、そういうの一緒にやってるわけですよ、ね、うん、でその中でだからじゃあ何ができるかっていうと、イニシアチブはないけども、じゃあ我々のそのものづくりの力を持って GE は日立がお助けしますね、うん、それで、東芝はウェスティングハウスをお助けし、うん、三菱重工はフランスのアレバをお助けします。これもだって世界の3つの大きな原子炉メーカー、そうです、あと3つこれしかないんですよ。これしかないんでしょ、うん、そこを全部日本が全部かぶってるわけ、うん、で実質的に日本がそのいろんな現場になるんだけども、うん、だから手足にはなるんだけど頭になれない、命令ができない。いや頭に命令しなくても、うん、先ほどの年表を見ると、うん、もうみんな逃げ散ってしまっているじゃないですか。なるべく原発というものからは手を引こうとしてるわけでしょ。そうでそこビジネスはそうなんだけども、原子力システムとしては日本をこう抱え込んでるというね。そこで政治が動いてるってことですよね、うん、だからそれでだからあの東芝なんかもバカな買い物をした背景にはですね、うん、あの頃経産省が原子力ルネッサンスってのを言ったわけですよ、うん、でこれからはもう原発の時代だと、うん、でまずあの、まあ、きれいな燃料を使わなきゃいけないから、うん、CO2 出すような火力はダメだと、うん、そうするともうこれからはきれいなエネルギー電力は原子力しかないとかね、うん、で原発は安い、原発は安全だ、原発はきれいだっていうのを散々やって、うん、それでこれからは原発で、しかも途上国でこれから原発のラッシュが始まるぞと、うん、だったら今あの日本だけじゃダメだから GE とウェスティングハウスとアレバと組めば世界の市場を我らが取れるみたいな、もうかなり幻想なんだけどね、うん、そういう妄想に駆られて、うん、もう全部お助けをすると お助けのようになったつもりだったら、気がついたら全部ドブさらいしてたっていう。でもこうまあドブさらいっていうか、だからアメリカとかフランスとかからは、はもう手を引きつつ、うん、日本は一生懸命原発輸出をしようとしているわけですよね。トップセールスで。それはやっぱりこういう産業のあり方っていうか、原子力についての向き合い方っていうのは世界でも珍しい。だけどね、まあ、確かにあの、ウェスティンハウスなんかも、うん、もう手仕事はできないんですよ、うん、だけどもいろいろ新しい企画であの、
発明するとかエンジニアリング売るとかってそれで儲けようとしてるわけで、じゃあそういうところに東芝は組んで、じゃあタービンはうちが納入しますとか格納容器はうちがやりますという形でもって一緒にくっついて、ウェスティングハウスというのはやっぱりネームバリューもあるし、うん、アメリカの政治力があるから取れるんですよ海外 で、 でそれに一緒にくっついていけば物が売れるっていう、ともかく日本は物を売りたいわけですよね。で結局これは東芝でもみんな日本でもさ、あのでも原子力産業協会なんてのがあって、原子力関係のいろんな機械を扱ってるわけ、そういうところはやっぱりまあ、ウェスティングハウスが中国でやりますとか、いやインドでやりますっていうのはうちのこれが売れるって言って、まあ、一緒についていく、そういうのを経産省なんかこれからいよいよ原発ルネッサンスで世界で日本のシステムを売っていこうと、日本の得意なのはこういうエンジニアリング技術であり、そしてそういうインフラストラクチャー、そういうものを売っていけば日本はこれから世界でいろいろ貿易でももっと稼げるんじゃないかっていうのをやってるわけですよ。そう、原子力なんとか協会は誰が、これがね、この間新年見たらですね、電気新聞っていうのに新年に原子力産業協会っていうのが新年会やりましたって記事が出て、ここの会長っていうのは今井圭さんっていう、これこの人は財界で有名な人なんですけど、元新日鉄の社長会長を務めて経団連の会長をやって、それでまあ言ってみりゃ日本の経済界のドン、今一番力がある人と言われてるんですよ。でこの人は、まあ昔からなかなか切れ者の経営者として有名で、物静かな感じなんだけども非常に判断力がいいとかね、まあ、言ってみれば財界記者から見ると、まあ、なかなかの経営者だって言われてるような人です。でこの人が今原子力産業協会っていうところのドンになって支配してる、それでこの間の新年会で何を言ったかっていうと、2017年は原発再稼働を本格化する年であります。それともう一つは今これから盛んに進んでいる原発のそういうシステムみたいなものを海外に売り込む年だってなことを言ってるわけですよ。それで実はですね、この今井さんっていう人の甥っ子さんが経産省の官僚でずっと原発をやってきた人で、今安倍首相の政務の秘書官、あ、すごい有名な人ですよね。なんか影の総理とか。そう、今井隆也。この間さ、この番組で何かやった時に、安倍首相の盲点っていう中で、この今井さんの位置っていうのがこう非常にやばいよっていう話をしたんですけど、あの今井さんが結局その経団連のトップの今井さんとくっついて、この今井間コンビでもって今いろいろ安倍さんのそれこそ、まあ言ってみれば防衛装備品の移転とかですね、原発輸出とか、まあ、ある意味で重工長大産業が潤う仕事をやってるんですよ。なるほど、すごいね。そう、これは日本だけはじゃあ政府も巻き込んで、まだまだ原発は進む、原発を産業として育てていこうという感じになる。だからね、その中で東芝はどうする。だからね、これがね大変なことになってるんですよ。だから今日本だけはなんか原発は儲かる仕事だと思ってるし、安全で儲かるのは原発だ、確か日本じゃ安全で儲かってるんですよ、でも世界行ったらもう危険極まりないリスクの高いもんだから、みんな逃げ始めてるわけ、そこに日本が全く時代と逆行して原発って出てってババツ化されまされてるんだけど、やっとですねこの東芝でみんなやっぱり原発って危ねえなと。だってあの東芝みたいな立派な会社が身ぐるみ剥がれるような話でしょ、海外行って、でこれは決して東芝だけじゃなくて、実は日立が GE と組んでたら、今度やっぱり危ないって言うんで、日立もこれは東芝の見て足抜けよ、そしたら5000億円払ってください、今度5000億円ですよ、東芝は7000億円取られた、日立は5000億円払う。で今度 それなりにまたアレバが、今アレバっていうフランスの会社が大変な、それを今度あのモンジュでもって日本で一緒にやるっていうね、まあ、モンジュが来るし、でそこにじゃあ三菱重工がそこにまた金を出すとかね、なんかもうとんでもないことが起きてますよね。じゃあ、山田さんとしてはこの東芝の例で、まあその人たちが目を覚まして、こう正しい道に戻ってほしい。だからね、普通だから明らかにもうね、ビジネスとして原発は成り立たない、やっぱり安全っていうことを考えたらこれからいくら金が突っ込まれるかわからないですよ。でそれはやっぱりもうそういう意味じゃ GE の、 トップがですね、
どう考えたって原子力発電を正常なビジネスとして位置づけることは難しいってもう G の親分が言ってるぐらいですからね。そういうのをまたのこのこと日本がやって海外に行くってのは何を考えてるの。多分今度の話はですね、日本国民を日本の産業界を目を覚ませと、世界はこうなってるぞと、日本だけでなんかね再稼働とかさ、なんかそんなこと言ってないで世界見てみりゃもう結論ははっきりしてるよ。今更これで中国やインド行ってなんかね原発をやろうなんて考えない方がいいよって話ですよ。なるほど、すごく勉強になりました。なんかまだまだ続きそうなの で、 うん、だって今実はまだ東芝とウェスティンガース中国で4機やってるんですよ。で中国はまだ何も言ってないんだけど、これも納期遅れてる。中国が何か言い出したら完全にここ首根っこ押されますよ。うん、ま、逆に人質取っちゃったみたいな、ね、感じです。あ、じゃあ一旦足を入れると、うん、もう抜けられない、工事からいつまで経ってもこの解放されないから、損がどんどん発生するっていう、こういう状況なんですよね。じゃあ東芝は3月までになんとか債務超過にならないようにいろんなものを売って、うん、増資もして、なんとかしようとしているので、まあ、それも見守りつつ、でもここから教訓をね、どれだけの産業 の、うん、経営者の人たちが汲み取ってくれるかというのも期待したいと思います。じゃあまたいいですか、はい、山田さんまたいらしていただいて、はい、今日はありがとうございました。